はい、皆さんどうも、てんともです。ガンダムウォーズの実況となります。はい、今日ね、何をしていくかというと、こちら、はい、選べる星4ガシャチケット、ついに引いてみようと思います。はい、ね、まだ引いてなかったのかよってね、お思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、ようやくね、ようやく何を選ぶか、決めたので、引いていこうと思います。はい、ではね、見ていきましょう。はい、というわけでね、ちょっと前にね、先月末ぐらいかな、うん、このリストから、僕がね、どれを選ぼうかなっていうね、そういうちょっとした、解説付きの動画を出したんですけども、今回ね、今回は、もう選ぶ感じです。はい、他の機体をチェックすることはなくね、はい、なので、意外と早く終わるかなと思います。はい。まあ、ね、最後までね、悩んでいたんですよ。はい。正直、2択で悩んでおりました。最終的に。はい。その2択をどちらにするかで、ずっと迷っていて、グランドアリーナ・ラザーを経験してね、うん、もう、こいつかなと、9割型は決まっていたんですけど、まだね、もう1割ね、可能性の獣としてね、もう一体ね、うん、こいつもね、捨てがたいっていうのもあって、まあ、2割かな ?2 割か3割か。うん。はい、あったんですけども、今回ね、今週新スキル、パリー、ね、パリーが来てね。うん。まあ、パリーも、もう一体の機体もね、結構ね、通用する感じのスキルなんですけども、まあ、より汎用性が高い。とはやっぱりこいつかなということでね。うん。はい、もうね、決めちゃいました。はい。ではね、行きましょう。はい。ね、こっちです。こっち。はい。ね、はい、どんどんいろんな機体が過ぎていきます。はい。まあね、もうね、お分かりの方は、お分かりだとは思うんですけどね。はい。ね、はい。最後のページ、ラストページにたどり着きました。ね、つまり、このページにね、たどり着いたらもう選ぶやつはこいつです。はい。いいですか?いきますよ。ではね、いきます。はい。あ、違ったね、こっち。ね、はい。はい、緑フェネックスね。はい、覚醒フェネックスです。うん。はい、見ていきましょう。ね。あ、前回のね、動画はね、押しただけでね、選んで引いてしまったっていうね、情報がね、入っていたので、アイコンをね、タップすることすらね、懸念してね、本当に触らず見ていっただけだったんですけど、こうやってね、長押しする分にはね、全然一向に構わないということが分かったので、はい、押していきます。はい。はい、なのでね、今回、こいつ、ね、フェネックス、NT バージョン、デストロイモード覚醒、こいつをね、選んでいこうと思います。はい。まあ、やっぱりというか、まあ、安定のというかね、うん。まあ、このね、この選べる星4ガシャチケットは、基本的に、このね、このフェネックス、この緑フェネックスを選ぶためのチケットですね、やっぱり。はい。まあ、なんといっても汎用性が高いし、まあ、唯一無二のね、必殺も持ち合わせていて、はい。まあ、選ばざるを得ないという感じですね、持っていない人は。はい。ね、この必殺ね。で、このチケットはね、エース必殺がつかないんですけど、やっぱりこの通常必殺、このサイコフィールド、ね、が強い。エース必殺じゃなくても使えるというね、意味で、はい。この、ね、全体への解除攻撃。これは攻撃じゃないか。攻撃はないんですけど、全解除。ほぼ全解除って感じですね。これがやっぱりやばいというか、攻撃、でも使えるし、で、防御でも役に立つ。なので、こいつね、やっぱり使ってみた差はありますよね。発生確率もまあ 90% と、ほぼ発生するので、稀にじゃないね。ほぼね。はい。ね、やっぱり、こいつかなと思いました。はい。他のスキルもね、優秀なんですよね。はい。まあ、バフ。防御バフに EN 回復バフに。で、これがね、これが命中上昇もあるので、はい。ここがね、やっぱパリにね、
通用する、一つのスキルですよね。はい。おまけに継続回復もあり。で、まあ、ここは負荷、耐性、不要スキルね。3種類。はい。まあ、ここは、まあ、唯一の攻撃ね。ここが、はい、多段攻撃と。まあ、ここは、まあ、合ってないようなものかな。うん。なので、まあ、基本的にはこの必殺が最重要。で、まあ、パーリー的に、これもあり、かなと、思いましたね。はい。今のね、イベントのね、絶級超絶級が、基本的に、特定の機体がないと、なかなかね、絶級はいけても超絶級が難しいという、そういう状況なのでね、その特定の機体というのが、まあ、僕が、分かっている範囲が、まあ、一番が、やっぱり、イージス。限定機じゃないんですけど、イージス。そして、メイ。モビルドールメイ。この2体が、やっぱり、皆さん、一番使ってますね。で、この2体がないと、っていうところに、さらに、使える機体として、サラ。ね、サラちゃんと、で、そして、こいつ、フェネックス。ね、この、緑フェネックスですね。はい。やっぱりこの4体かな。この4体が一番なんか、攻略に、用いられてる、感じかなという、僕はそういう印象です。はい。まあね、そう、昨日、まあ、イージスね、手に入ったんですけど、はい、ようやくね、はい。イージス入れたらね、だいぶ変わりましたね、やっぱり。クリア、正直超絶級クリアできてなかったんですけど、イージス入れたらクリアできました。はい。やっぱりね、軌道命中上昇は強いですね。はい。なので命中上昇ね、このフェネックスにもあるので、はい。こいつを入れたら、そうだから、パリ対パリに対してね、まだピースが足りないというか、パズルが足りない。そのラストピースかわかんないんですけど、ラストかわかんないんだけど、そのピースの一つがこのフェネックスだと思うんですよ。それはね、確信に近いものがあります。はい。なので、イージスと、フェネックスを組み合わせたら、よりね、楽にクリアできるのではないかなと思います。はい。まあ、一番は、イージスよりも、モビルドールメイカーも知れないですけどね。で、サラも欲しいね。サラも欲しいけど、このチケットにはないんだよね。はい。まあ、そんなわけでね。はい。で、で、あと、もう一つね。もう一体、何と最後まで迷っていたのかと、言うんですけど、はい。こちら、ね。ちょっと、戻りますかね。どこだ?そろそろ。あ、いましたね。はい、こいつ。ニューガンダムサイコフレーム。はい、こいつと最後まで迷っておりました。はい。で、最近、ちょっと前に情報修正があって、ね、ダメージブロック機体なんですけど、ダメージブロックの、の数値がね、跳ね上がったという、その機体ですね。はい。で、最初はね、ダメージブロックが5000以下だったのが、ね、1万プラスされて1万5000以下となったと。これがね、ちょっとね、可能性の獣かなと、個人的に思いまして、使ってみた差がね、すごくあったんですよ。そう。まあ、盲点というか、まあ、ビームダメージしかね、通常必殺はブロックできないし、エース必殺は実弾ダメージしかブロックできない、っていうね、ところはあるんですけども、まあ、それは、攻撃側で使う場合に関しては、全然問題なく応用できる、と思いましてね。はい。そう、こいつはエース必殺もね、この前、取れたんですよ。はい。なので、エース必殺も使えるという意味でね、いいかなと思いましてね。はい。で、さらに、ここでね、命中上昇もあって、はい。あ、これはパリにも使えると。で、こっちもね、はい。敵全体の回避デバフ、ね。回避デバフもあるので、あ、より、ぶっちゃけこの命中と回避のデバフに、だけにくくると、
フェネックスよりもね、なんか、パリに通用しそうに思えたんですけどね。はい。うん。で、他は、まあ、バフもね、60パと強烈ですしね。はい。で、ここにもね、スキルとしても、5000以下ですけど、ダメージブロックありますよね。はい。うん。まあね、なので、ちょっとね、ダメージブロック機体をね、使ってみたいという、ちょっと前の、アップデート、前回の、アップデート、今回のアップデートではなく、前回のアップデート動画で、こいつやばいというね、印象を僕は述べていたと思うんですけど、はい。そう。ただね、ただ、やっぱり、まあ、気がかりというか、まあ、うん。なのはというと、気がかりというかね、うん。あれなんですよね。星上げしないと、そのダメージブロックの本領が発揮できないというところがね、星4で、星4と星6だとね、まるで変わる、うん、かなというところがね、うん、星6必須機体というのが、まあ、万能設計図使ってもいいんですけど、うん、まあ、使わずともやれそうなのが、まあ、フェネックス、かなと、いう印象です。はい。うん、そこかな。うん。まあ、やっぱりでも、そう、ダメージブロック使いたいんだけど、よりね、より多くの場面で活躍するのは、やっぱり、そう、GAA ね、グランドアリーナアナザーで、敵としてやっぱりフェネックスが多かったんですよね。うん。こいつ、ニューガンダム、いなかったんじゃないかな。うん。相対してない気がしますね。うん。フェネックスはね、ほとんどいた気がします。はい、なのでね、まあ、あんまりね、流行には乗りたくない、口なんですけど、はい、みんなが使ってるから、あえてね、使わないままでもよかったんですけど、まあ、ね、ただね、選べるチケットがあるので、はい、そこはね、うん、ハイニューとかね、もう使わなくていいんですけどね、うん、なんですけども、フェネックスはちょっと、使ってみたさも強いというのがあって、うんですね。はい。ではね、では、フェネックス選んでいこうと思います。もうこれ押したらもう降臨するのかな。うん。どうなのかな。まあもう、押していこうと思います。はい。ではね、フェネックス召喚。選ぶ。ね、選ぶだけでもいっちゃうんですね。はい。ね。当然、星4確定。はい。光が見えてきました。さて、何が来るのか、ね、分かっております。はい。ドドンと。はい。ね、フェネックス NT バージョンデストロイモード覚醒。登場いたしました。はい。うん。かっこいいね。はい。うん。ね、ようやく選ぶ。ことができました。ようやくね、手に入ることができました。はい。だいぶ前にね、フェネックス復刻ガシャの動画も上げております。ね、その時も撮れませんでした。はい。テンキラー撮れたんですけど、はい。ようやくお目見えという感じです。はい。はい、ね、こいつね、はい。ね、フェネックス、来ました。はい。うん。まあ、一応ね、一応強化して星4で運用してみてから万能設計図突っ込もうかなと思います。うん、多分ね、最終的にもう、突っ込んでもいい、最終的にというかもう突っ込んでもいい、気はするんですけどね。うん、まあ最初星4がどんなものか試してから一応ね万能設計図、ぶち込もうかなと思います。はい、結構あるんですよ。はい、ね。うん、もうすぐ2体分星6にできるだけもうすぐ、溜まるので、はい。うん。なのでね、使っていってもいいかなと思います。はい。まあ、なので、はい、今日はね、こんな感じで選べる星4ガチャチケットを、ついに選んでいったという動画でございました。はい。まあ、パリ、対パリ、そしてね、今後のね、グランドアリーナ、こいつの加入で、いい方向にね、変わって、くれることを、望みます。はい。まあ、変わってくれるでしょう。はい。
ではね、では、はい、終わろうかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたね、次の動画でお会いいたしましょう。ジークチヨン。